はあ、なんか暇だな。最近昼間ずっと石付きたどつどまりだから、有機戦で潮風来る10分前まで、ここの有機戦にいなきゃいけないんだよな。お前も大変そうだな。あ、先輩。俺も最近、3VS の調子が良くなくてな。ちょっと工場で見てもらおうと思ってきたんだ。そうなんですね。そういえば、SKR8001F から、明烈ジャダイ1話のリメイク版で8000系、先輩のことをもう一度紹介したいらしいんですよ。そうなのか。それじゃあ俺たち、レイヤーズ四国、8000系の29年か、を話すとするか。時は1990年代。レイヤーズ四国は完成が近づく、高速道路網に対抗するべく、世界初の制御機、釣り子機動車2000系、戦隊を、予算戦を中心に導入しており、予算戦特急の潮風石月ルア会にも投入が始まった。それと同じ頃、予算戦では観音寺から松山駅かの直流電化改造が進んでいた。予算戦の電化、結構進んできたな。そういえば、潮風石月にも2000系を送っているけど、せっかく電化進んどるけん、電車特急を導入せんのはもったいないよな。よし、松山までの電化改造に合わせて新型電車特急を開発しよう。こうして1992年、俺たち、レイヤーズ四国8000系が登場しました。俺たちはこの年の3月、観音寺新居浜間直流電化をきっかけに、搬出、グリーン車を1号車に持つ試作車が登場。同年9月19日に、新居浜と岡山、高松間の特急潮風石月で営業運転を開始しました。翌年3月18日のダイヤ改正で、新居浜、伊予工場駅間が電化されに合わせ、量産車が登場し、この日から特急潮風石月の大半を8000系で置き換え、本格デビューを飾った。今までの機波181、185系全体と比べ、最速列車の所要時間が20分短縮、車両は日立製作所並びに日本車両製造で製造され、運行当初は5+3、4+3、5両とバリエーションが飛んでいたが、1997年から昼間の8000系運用は松山多度津間で潮風と石月を連結した8両で運行することになり、4両が耐える2000系にぶち込む1両と S6 編成が追加製造された。こうして俺たちの予算戦特急の主力として活躍する日々が始まった。で終わったら明烈車で扱う必要性ないんだよな。レイヤーズ四国8000系は試作車と L 編成は松山柄が、 S 編成は高松柄がそれぞれ流線系戦闘車になって、潮風の5両編成と石月の3両編成をつなげて8両編成で運行するんだが、試作車の流線系戦闘車が L 編成と同じ向きのため、連結して運転することができない。そこで JR 四国は、試作車から8001を外し、L1 編成に組み込んだが、この時、L 編成の製造が終わっていたのか、それとも偶然なのか覚えてないんだが、L1 編成の2号車がセブンナンバーを名乗っているのだ。だが、車番図ではこいつだけじゃなかった。それが L2 編成だ。こいつは戦術した、元4両編成が、車両ナンバーが S 編成の通貫車と同時形式なのと、ぶち込んだのが学生から4年後のこともあって、第2編成なのに4号車だけ第10編成だから、ある意味頭のいった編成と化してしまった。なんか、名要素、作るスピード速い気がするんですけど。ああ、21世紀入るまで、これ以上、変な動きはなかったと信じたかった。まだあったんですか？俺たちの増備が終わった1998年、今度は潮風の岡山方面の所要時間短縮のため、瀬戸大橋線を使ってなんと。まさか？そう、編成ごと方向転換差で、グリーン車が2000系先輩と真逆の8号車になっていたのだ。でもそれじゃあ利用客が困るんじゃないですか？ああ、だから2014年3月15日で再度放電されて、グリーン車も2000系先輩と統一されたぞ。結局何がしたかったんだ本社さんは。ほんとそれな、俺にもよくわかんないんなら。次は俺たちの構造面について話していくぞ。お願いします。JR 四国8000系では、当社で仙台を2000系、先輩と同じ軽量ステンレス製、車体と制御付き、自然釣り子装置が採用されました。釣り子機能は、試作車では2000系より直線の速度構造を狙い、ベアリングガイド式を採用しましたが、量産車では2000系で、実績のある公式に変更されました。釣り子作業時の車体傾斜角度も2000系、先輩と同じことですが、直線3系600メートルで、本速達30の130キロ運転を可能としています。普通の感覚ガスだと、車体の傾斜で架線から外れ、脱線してしまうため、車体側部を通してパンタの台車と台車をライヤーで繋いで、常に感覚ガスが真上を向く状態を保つ、架線追従装置が装備されています。愉快度には GPO3VS インバータが搭載されるんだが、試作車が同様 GPO で電動車2両のモーター発光を一括、制御する 1C8 メガに対し、量産車では GPO が搭載が制になり、
制御方式が電動車を減らす絡むモーターの出力を上げて各モーターを個別制御する C1 メガに変更された。試作車と量産車で結構違うんですね。あとは前面窓が小さくなったのと連結カバーにラレ目がなくなったことだな。また軽重心化を図るため熱交装置を床下に搭載、屋根上にはカバー付き換気装置を試作車と発展型に2箇所、これ以外の車両には3箇所設置されている。構造面はこんな感じかな。しかし俺たちはスピードでも名要素があった。実は8000系試作車は予算線や JR 西日本湖西線の高速走行実験で時速160キロを叩き出したのだ。またこの実験の時にレールブレーキを取り付け150キロ運転なら600メートル以内で停止できることも確認されたんだ。しかし線形のせいかバブルが砕け散ったせいか結局150キロ運転は見送られ量産車でレールブレーキも採用されなかった。もしかして150キロ運転が実現してたらスーパー潮風とかあったってことですか？そうだな。お前の今とは違う姿で生まれたためな。なんか怖い。まあ、とりあえずすごい勢いで名要素を作り上げていった俺たちだった。たった6年で4つも作るとかやばいですよ。まあこれ以降は作るスピード落ちたから安心しろ。やがて未来は21世紀に突入し、俺たち8000系に新たな笑いが降り注いだ。2004年より大幅なリニューアル工事が施行されることになったのだ。講義内容はグリーン席と普通車、指定席に横並べ、良質な木材製、座席 S シートへの取り替えや、パソコンテーブル、コンセントの設置が行われた。またドア並びがグリーン車ら赤、指定席車らオレンジ、自由席、ヤニカコンのグラデーションを施し、座席種別が分かりやすくなった。また、リニューアル車ら財団法人から2005年度のグッドデザイン賞に抜擢された。ちなみに8000系、リニューアル車ら2004年12月18日、大阪駅に展示するため、臨時団体専用列車として、山陰本線、東海道本線経由で京都まで入線したことがあると。そうなんですね。そして2016年3月には8600系軍の増備で予算点を撤退した2000系先輩からアンパンマン列車を引き継ぎました。いやお前いたのか。ああさっきねアンパンマン列車に会える3編成と私 S3 編成が抜擢され電車特急発のアンパンマン列車になりました。半室グリーンの 8.3 の普通車はアンパンマンシートになっていて、それ以外の車両もグリーンを除いて天井に外観と同じデザインが施されています。とまあ、俺たち JR 四国8000系は今年で登場から29年が経過しましたが、現在も予算線のフラッグシップ特急として活躍しています。俺たちはこれからも瀬戸内エリアを走り続けます。8600系に予算線特急の座を受け渡すその時まで。やレースだかどっから出るんだよ。リニューアル完了からしばらく経った2010年、今度はなんと利用客の減少を理由に S2 から俺 S4 編成を3つに引き切り、8号車の干拓バスを剥ぎ取って7号車を抜き取った2両編成に改造したのだ。仕方に悪やりすぎでしょ。デカウチがヤバい会社みたいになるからやめてくれ。俺たちを痛めつけといてそれですか。何千万本もかけてこなかった。だからうるさげピーピー。2018年、この年のダイヤ改正で8000系一部運用が8600系に変更された。そこで8600系の増備車として E3 編成が登場。それと同時に、そう、18年3月31日、8000系試作車こと S1 編成が廃車された7号車の8101から解体が始まり、2021年4月現在、8号車の8501がまだ解体線に残っているが、長く持たないだろう。さらに去年11月、L1 編成8001番車の内車が量産車のものに取り替えられたとの情報が。これで8000系から試作内車が消滅した。そして今年3月13日2000系先輩と N2000 系が予算線を撤退した今、私たち8000系の立ち位置が怪しくなりました。多分上海の2000系先輩を2700系で淘汰するのと同時期に8600系の増備を再開すると思われる。じゃあ2023年から2026年あたりですか。そん時は俺らも34歳やけん、その説が濃厚だな。とりあえず、2000系先輩の多くが泣き今、俺たちも後がない状態かもしれません。なので皆さん、取り納め、乗り納めはお早めに。そして、8600系軍に任務を任せるその時まで、私たち JR 四国8000系特急型電車をよろしくお願いします。8600系、こんな先輩だけどこれからもよろしくな。はい、僕頑張ります。8000系先輩の意思を絶対に受け継いでみせます。それと、これからもよろしくお願いします。おう。こちらこそよろしくね。というわけで、俺たちの29年間、どうだったでしょうか。この動画を機に、俺たちや JR 四国のことを知っていただければとても嬉しいです。次回は、後輩の8600系の話になるそうです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。
ちなみに、オーストラリア州にピルトトレインってやつがいるんだが、そいつの電車タイプは俺たちを元に設計されたそうだ。海外に技術輸出されてるんですね。